どうも皆さんこんにちは、ゆりでございます。皆さんこんにちは。はい、というわけですね、皆さん本当に時間を時代遅れじゃなくて、なんだっけ、こういうの時期外れみたいな動画になってしまって申し訳ないんですけれども、私ですね、密かに目代わりに参加させていただいてまして、私の想定だったら目代わりで購入したものを、そのまま9月半ばとかにできればなと思っていたんですけれども、一向に来ないんです。あと一個が聞こえてますか、そこのバニラ子さん、あなたのことめっちゃ待ってますよ。はい、まずすいません、怒ってないんですけど、まあそういうこともあって、まあ届くかなって配送中になってるから、もう日本に届いてるから、でも一向に届かないの。これ何かおかしくない？まあそんなわかんないんですけれども、まあそういう状態を引きずってたらもう9月終わるんですよ。今日が9月30日なんですけどね。そういうことだったんで、もう本当にもう一個はもう写真でポンって出せばいいやと思ったので、そのこと早く気づけよって感じなんですけれども、まあそういうふうに思いましたので、まあ紹介していきたいなっていうのと、私買ったんですよ。9点ぐらい買って、9点だけにね、で9点だけに9点買ったんですよ。でそれで、まあ、買ったんですけど、なんか少なくねって、なんかちょっと血が騒いでしまって、もっと経済分回さないとなっていう、まあ、本当に小規模の経済分回しを私結構やっているので、本当に最終的に一番貧乏になるのは私だと思うんですけれども、まあ、そういうことがあったので3COINSでも買い物をしてきたので、合わせてもう本当にガッチャンコでやらせていただきたいなと思います。それではどうぞ。はい、ということですね、もうここに置いてある通りです。本当にまず私なんかね、本当間違った9点の使い方を圧倒的に、まあ、でも見せていくわ、もう全く参考にならないと思います。まずこちら、ロフトにも売ってるよねっていう、はい、こちらです。ででーん、ミレモでしたっけ、ミレモのヘアオイルです。これはなんか、まあでも安くなるから9点を使ったんですけれども、あ、めちゃくちゃいいです。私的になんか、私今までそのまあなんか多分内容的には美容室で買うやつの方がそれは断然いいと思うんですけれども、私これなんか触る感じはなんだっけ、ミジャンセンっていう韓国のさ、ヘアオイルが流行ったじゃないですか。それと同じテクスチャーなんですよ。こうなんていうかな、でもこの少しの容量で見えますか、少しの容量でめっちゃ伸びるの。だからめちゃくちゃいいです。私今このオイルだけでやってるんですけど、結構しっとり感が残っていいなって思いました。ヘアオイルとしてもセッティングオイルとしてもいいなと思いました。でかつ結構サラサラになって保湿感もあるのでおすすめです。これはみんな手に届くところに売ってると思うんですよ、ロフトとかに。あとね、どこでも楽天とかに売ってるのかわかんないけど、もう買った方がいいです。これはおすすめって感じでした。なんかそのやっぱり多分成分的には絶対その美容室の方がいいと思うんだけど、見た目のツヤ感とかはやっぱこういうのの方が出るよねっていう話なんですよ。こういうオイルの方が、まあどっちを取るかって感じですね。将来的にちゃんと栄養を与えた方がいいのだけれども、瞬間的に短期的に早くこっちで効果を出したいみたいな、そういう話なのかなって思っています。はい、で次です。もう本当にこちらですてね、これ何なの、 One Day's You ガクジル SSG Help Me Foot Peeling ってやつなんですけれども、これちょっと怖くてまだできてないんですけど、私最近かかとに牙生えていますかみたいなくらいにかかとがもうめちゃくちゃささくれてるんですよ。で親指のなんかこのなんていうのかな、ここの、皆さんすいません、ここら辺とかもうすごい大変な感じになってて、むしろなんかこうなんかかなんていうの、こう指紋に合わせてこう向けていくみたいなさ、やばい状態なんですよ。だからそろそろ本気でケアしないとなと思って、なんでこれ選んだのかなって感じなんですけれども、まあ、ピーリングできるやつを買ってきました。使い方がもう全部韓国語で、私の力で読み切れるかわかんないんですけれども、5. Wash the area with dead skin cell だって。おー、結構簡単ですね。だからこれをかかととかにシュッてやって、で10分20分置いて、こうしっかり薄くこうやってねスプレーでるんだ。私これじゃあ Vlog とかで出しますわ。一旦今日やるの怖すぎなんで、もうちょっとちゃんと時間がある時にやりたいなって思います。こんな感じです。
で、こちらてるん、これクリオのやつなんですけれども、久々にクリオ買いました。クリオのわかんない、シカパックのやつです。結構枚数入っていて、これが何枚入ってるんだろう、20枚入ってるのかな、入ってる感じです。で、これはね、私結構今使ってるんですけれども、すごく悪くないです。なんか結構薄めなんですよ、こういう感じで。デイリー使いが結構できます。デイリー使いできるんだけれども、ただ前に VT さんで紹介させてもらったそのデイリーマスクとは違って、結構保湿感が強めなので、まだちょっと暑いなっていう夏場の夜とかにはあまり向いてないかも。結構こうオイリーになっちゃうかなっていう感じです。はい、でもこれからの季節にはもってこいだなと思うので使っていきたいと思います。わお。続きましてこちらです。いやてめえこれもさみたいな、日本で買えやみたいな、本当に頭悪すぎて、私どういう買い物してんのって本当に怒りたいんですけれども、リカフロッシュさん、これ古川優香さんのプロデュース商品なんですけど、めっちゃ可愛いなと思って、私こちらのカボチャームっていうものと桜ポーションっていうものを買いました。これね、2つとも色めっちゃいいです。なんかすごい全部に塗ると大丈夫かなみたいな、雪吹雪でこうまつげも凍っちゃったのみたいな感じになるんですけれども、そうじゃなくて下まつげだけに塗るのとか、目尻と下まつげ、この上まつげの目尻と下まつげに塗るのっていうのが最高に今っぽくてありがたいです。本当に古川優香さん、本当ありがとうございました。使わせていただきたいと思います。すごい9点で買ってすぐ届きました。毎日ぐらいにロフトで見てたのに、なぜか9点で買った私を殴りたいです。はい、でもバニラ粉のこれと他にこちらです。バニラ粉の私クレンジングが大好きで、やっぱりなんかいろんなの使ってきたけど、やっぱりバニラ粉が一番だなと思って頼ませてもらったんですけれども、今1ヶ月ぐらい待っている状態です。そんなに人気なのみたいな、そんなにみたいな、だ大丈夫っていう感じなんですけれども、まあ待ちたいと思います。私は結構普通肌のこれしかまだ使ったことないんですけれども、これが本当に好きなんでこれをまた買った感じです。いや、てか冒険しろよだったらって感じで、ちょっともうはちゃめちゃになりました。はい、じゃあ次です。次はお洋服も買いまして、こちらです。私前、去年も実は動画にはしてないんですけど、9点で韓国のお洋服安くなって2000円ぐらいになってるものを買ったんですよ。見事に全部失敗、1着以外は全部失敗したの。だからもう買うもんか、絶対に買うもんかって思ってたんですけど、また買ったんですね。でもこのニットです、見てください、てーすごいいい感じです。これはねすごいいいなと思いました。成功かもしれない。こんな感じで着たいなと思います。なんかちょっとカラフルな毛糸も含まれてて、見えるかな、なんか若干ここに青とかピンクとか紫とか入ってるので、ちょっと若めなんですけれども、いいやんね、そんな着させてよねって感じで買いました。で、次こちらです。こちらも600円ぐらいだったんだけれども、絶対汎用性あるなと思って買いました。このすごいメッシュのなんか玉ねぎとかがネットに入ってそうなぐらいのこういう感じのものです。でもこれは絶対に汎用性が広いと思ったので買いました。まあ思ってた2倍ぐらいは薄かったんですけれども、使いたいなって思いました。で、あとこちら、これはね結構大失敗でした。セットアップみたいな、セットアップっていうかワンピースとセットになってる感じで、後ろがねこういう感じになってて、ここが穴が開いていて、でこれを着てなんかこうこういうのを着てっていうやつなんですけれども、まあそもそもなんだよ、韓国の方の華奢な体に対してこれフリーサイズだったらできるかと思ってやったんですけれども、肩幅が私のここが肩幅だとしたら、これの切り返しの肩幅がここぐらいになってて、もうめちゃくちゃマッチョマンみたいになってしまったので、ちょっとあと10キロぐらい痩せたら着れると思うんですけれども、今の状態だったらあれですね。で、あとこれちょっと結構見てください。見た目そうでもないと思うんですけれども、すごくですね薄くてポリエステル感がすごいんですよ。だからシワが毎回つくのと、シワを伸ばそうってなった時に低温でやったとしてもちょっとアイロンの跡がついちゃって、テカテカ布敷いてますよ、テカテカしちゃうので、ああちょっと
参ったなって感じです。であと1着はすごくいいのが届いたんですけれども、これはまたいつかご紹介したいと思いますので、ちょっとそれをまたね失礼いたします。以上が私の9点の、目代わりで買ったものです。本当に今回 の購入品は本当にどうしたっていう、なんかもう、なんで目代わりでこういう手に届くものを買ったのかなっていうのと、なんか結構本当に謎でした。むちゃくちゃに買ってみたんですけれども、ちょっとまた精進したいと思います。で結構なんかこう届かないのとかがあると結構不安なんで、私結構いつもあの Amazon の、ね、すぐ翌日に届くみたいなせっかちなので、そういうのを頼んでたんですけど、今回はねそれ待ちすぎです。待ってますよっていう話です。はい、で続きましてですね、皆さん本当に長くなってしまっているのでやっていきたいと思います。じゃーん。で3COINS なんですけれども、 3COINS ではもう本当に日用品みたいなものを買わせていただきます。まずはこちらです。で皆さんは覚えていらっしゃるでしょうか。私がガジュマルを引っ越してばっかりの時に買ったと思うんですけれども、めちゃくちゃ大きくなりまして、本当に我が子かのように今一生懸命育ってるんですね。それをここに乗っけるのはどうかっていうことになりまして、え、これ何これ、 OK、 いけたこれでこういう感じです。じゃあちょっと最近の大きくなったガジュマルくんを皆さんにご紹介しますね。最近ちょっと大きくなってきたんですけれども、こんな感じで置くんだって。アリー、これで家に置けますね。すごいアリですね。逆にも使っていいらしいよ。そうなの？大丈夫なの？これで。でも私は絶対逆にします。ほれ。ね。みんな私が引っ越してきた時のガジュマルと見比べてみてください。雲泥の差です。やったー、かわいい。こんな感じです。で、あとはこれ、私、本当に基本的にティッシュ絶対に皿で置きたく、皿っていうか、裸のまんまで置きたくないタイプなんですよ。なんで、これを買いました。そういうのはね、ないと絶対に気分が上がらないんです。買いました。これ大好きです。スリーコインとかの、こういうところ、本当に大好き。はい、続きまして、こちらです。オイルポットみたいになってるんですけど、これ何かっていうと、私たち本当にニンニクが最近好きすぎてニンニクのを塗ってるんですね。でこの間 YouTuber さん、韓国の YouTuber さんがやってたんですけど、この中に生ニンニクバーって入れて、そこにオリーブオイルをドボドボドボって入れてガーリックオイルをつけてたの。ちょっとやってみようみたいになって、これがいいのか悪いのかわかんないんですけれども、結構まあ頻繁にオリーブオイルとか使うタイプなので、やってみようかってなりまして買いました。結構密封されるんじゃないかなって感じで、こういう感じになっていて、でここでこう降りてくるってこと。何これ、え、あ、なるほどね。こうやってシュルシュルシュルってなるな。で、よきよきよきです。これも本当にすごい。これは500円だった、高め。で続きましてこちら、てらーん、何かって言いますと、寝る時の保湿用グローブです。私が保湿のために買ったんじゃなくて、これは、私手の湿疹がすごいんですよ、本当に。手の湿疹がひどくて、寝てる間に、その、としきさんいわくめちゃくちゃかいてるらしいんですね。だから、これを買いなって言われました。で、こういう感じ。でも多分脱ぐと思うんですけどね。でもこれの何がすごいって、やっぱここのスマホも触れるためのところがちゃんとあるっていうところです。なんでこれで眠りたいなって思ってます。でちゃんと薬も塗っておいたらさらに保湿もされていい感じになると思うのでっていう感じです。で続きましてこちらです。ででーん、まな板。まな板、私木のやつ使ってるんですけど、どうしてもこうお肉とかをちょっと切るってなった時に木の上で結構切るのが抵抗があって、いつもこうサランラップを敷いてるんですね。でそのサランラップを敷くのがちょっと毎回もったいないので、こういうお肉用のやつを買いました。このまな板の上でこれを敷いて切ればいいかなと思って買いました。実用的すぎてみんなのためになってるのかわかんないですけど、はい、続きましてこちらです。これもねすごい大好きな感じなので、これは今からみんなにどういう風に使うかっていうのを一緒に見ていきたいと思います。
それではレッツゴー。映りました、見えますか。これが私たちのキッチンのなんかこれ電子レンジとかが置いてある棚なんですけれども、こちらを見ていただくとこういう風に無造作に置かれてしまってるんですね。でこれがちょっと嫌だなっていうことでこれをつけようと思います。わお、ちょうどだ。すごく良くないですか。最高、最高の見た目になりました。皆さん、そう、こんな感じで変えました。ここにこういう感じでつけれる感じ、こうちょうど良かったね、ここの感じがっていう感じです。グー。はい、めちゃくちゃ最高でした。ありがとうございました。さっきのやつ使いたいと思います。で最後にお見せしたいのはこちらです。たらー、めっちゃ良くない。これもうめっちゃもう本当に一目惚れして、としきさんにもう買っていいって言ったら、もう本当食器だらけだよって言って、それ以上買ったら何か捨てないといけないよって言われて本当に渋ったんですけれども、でも絶対買いたいと思って、これでビールとか飲んだら超美味しいわけよ。なんかこの感じ分かりますか。これがね、本当は1個500円だったの。だから2個買うと1000円かと思ってピエンってなってたんだけど、なんとこれレジに持って行ったら、すいません、こちらお値引き商品で150円になりますって言われて、え、150円。もうそこで嬉しくて一日のテンションパーンって上がりました。その感じです。皆さんもぜひ行ってみたら買ってみてください。皆さんのお近くのものが150円になってるか分かりかねるんですけれども、とにかく本当に 500ml のビールを半分半分でちょうどいいぐらい、 250ml ぐらい実は入るぐらいの容量なんで、しかもこれにビールだけじゃなくてこうヨーグルトを可愛く映えるように塗って、ね、入れても可愛いじゃないですか。そんな商品になっていますという感じです。皆さんいかがでしょうか。よかった、スリコなかった。私結構辛かったですよね。まあそんなことはいいんですよ、どうでも。でもとりあえずこれはすごい良かったです。それ以外はちょっともうちょっと試さないとなっていう感じです。はい、ということで皆さん本日もご視聴いただきましてありがとうございました。私は秋冬になったら結構経済を回しがちなので、皆さんと一緒にこれからも経済を回していきたいなと思います。本当にちょっとこうプチプラを経済回しすぎて、これ将来的にちゃんと残るようなものがあるのかなっていう不安があるので、ちょっとお高いものも長く使っていく思考を身につけていきたいなと思っているところなんですけれども、よろしくお願いいたします。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。